こんにちは。わいの綿でございます。なんてアホみたいなこと言ってます。さて、昨日からあのバトルしている、えー、母を訪ねて3000里じゃないけれど、ケーブルを訪ねて3000あ、探してじゃない。訪ねてだね、あれはね。うん。まずそこで、安いケーブルはダメでした。ってことで、やっぱしました。ピンマイクに戻ってました。<laughs> ダメだね、これも。あの、 ノノイイズズがが入入っっちゃうんですよなんか知らないけどハムノイズが入ってここでね一つの理由はねこんなスイッチがあるからなんですよね純正な、まあ、このスイッチがね多分どっかでノイズ拾ってんだろうなーなんて思ってでダメ75円のケーブル全滅とで結局これも今これに繋げてなくてピンマイクですまあそんなこんなことがあってとほほの状態でございますけれど私はそんなんでめげませんってまあね いろいろ試してみて、1つはこれといろんなことをやって、それもダメだった。それはそれでね仕方ないんですけれど、今日のお話はスイッチオン1、2、3って、これ、機械だ,だよね。知ってるそれ。アホでしょって。スイッチなんですけど、ねこれ、ブルーツスイッチです。非常に便利なんですよ、これ。私ね、4つぐらい買ってるんですけれどね。 妻がなくしたりね、まあ仕方ないわって、なんか持ってたり、なんかなくしたり、えっと、人に差し上げたりして、これもね、あの、ちょっとね、養子に出すつもりなんですけどね、あの、そのためで、あの、一つ便利だって言いながら、で、今、あの部屋を片付けてたらもう一個見つかったんでね、これ、サテチというメーカーでございます。メーカーじゃないんだけどね、ここは販売店、えー。サンディエゴ、アメリカのサンディエゴに本社があって、担当者がね、日本人だったんですよ。で、いくつか私、いろんなサテチのものを、これ、あの、 あのサテチのものを、えー、評価してるんですよアマゾンでもでまあねあの買ったものも結構買ってるんですよサテチからいろんなあの電源とか、えー、充電器とかなんか変なものいっぱい買ってるんですよまあそんなこれねどこだろうメイディンチャイナかなメイディンコリアかなこれうんメイディンコリアだなでサテチのものってね意外と OEM も多くてでもまあ それなりなんでねって便利ででそこでいや和田さん評価しませんかって言ったら「いいよー」って言って私そんなほどブロガーでもなかったけどいろいろとやってあの高評価で何個も買ってるんですよ多分サテチのものでも10万ぐらい買ってるかもしれないななんて思いながら <laughs> で今日はこれ今ねこれやっても何もなん,な,んないんですけど接続してないからスイッチオンオフでねこれがね あの遠隔で操作できるっていうのが今私こうやってポチッとやってるけれど、ね、これが映っちゃうわけですよ。これこっちでパチッとやったり写真撮ったりするとき自撮りなんかもするときもあの爪じゃ反応しないからね爪じゃだからあのこんなだったりこんなだったりするのがすごいまだるっこくてさ、ねまあ、そんなのがあってそれだったらこう思ってパチッやな、うん、そんなのがあるよということで。 えーまあ、自撮りポインにも最近ついてるよね。ねそんなのがあって、えー、私、重宝してますあの。これ使うと便利です皆さんあのリンクは、ね、貼れるかな、まだ売ってるのかな、これ、このスイッチってやつね、シャッターボタン、ポップ、ポップなんとかって出てくるんですよ、ポップボタンとか。で、あの押すことによってシャッターを切るものだったり、 ボリュームアップだったりダウンしたりになったりする設定ができるのでこれは a Android だと iPhone で設定が違いますのでここをお気をつけてください。まあ、あ,のあとメーカーによってねいろいろと違うのがあるのでその辺もねあの仕様が異なっているのでえ自分の合うものっていうのは探してみないとわからないよねなと思いながら「最近秋葉原で売ってないのよ」を探してたんだけどまあしてたら もう1個見つかったんでこれバッテリーが CR201620 ちなみにね CR16 とかいう数字っていうのはえ規格なんですよでバッテリーが CR っちったらやっと2あこれ2016ごめんなさいね20っちったらね直径が 2cm16 っていうのが 1.6mm だったかな なんかそんなもんなんですよ。だから C R 2016ちっ,ったら直径2センチの16えっ、ー、とえっ、ー、と1.6ミリの厚さだよとか1.6ミリなんかそんなような、えー、規格なんですよ。あのそうやって覚えておくとね、何センチだったかななんて16えっ、ー、と1620とかだったらさ16ミリのファンの16ミリファイね直径16ミリで、えー、220だったり。 なんかそんなのがあるので覚えておくといいですよということでございます。ではまたごきげんよう。